側に芯を置き、右側に結び紐をセットします。結び紐を芯の手前から向こう側に巻きつけるように結びます。これを5、6回繰り返すと自然と右から左にねじれてきますので、軽く結び目を引き上げます。ねじりの向きを反対にするには、結び紐を芯の向こう側から手前に巻きつけるように結びます。これを5、6回繰り返すと自然と左から右にねじれてきますので、軽く結び目を引き上げます。結び紐が長い場合は結び紐を左にし、内側にひねって輪を作り、その中から芯を引き抜きます。繰り返し結ぶと右にねじれます。左にねじれるようにするには、結び紐を右にし、同じように結びます。
ネックレスやウォレットコードなど長いものを結ぶ場合は結び紐が長くなるので、この方法を使うと楽に結ぶことができます。芯の手前から向こう側に巻きつけるように結び、次に芯の向こう側から手前に巻きつけるように結びます。これでタッチング結び1回と数えます。繰り返し結ぶとこのようになります。芯を真ん中にして左右に結び紐をセットします。右の結び紐でタッチング結びを1回します。次に左の結び紐でタッチング結びを1回します。これを交互に繰り返し結ぶとこのようになります。交互に結ぶ回数をアレンジするとこのようになります。